どうも、桜場でございます。今回は、チーム桜場の全選手決定しましたので、残り2名発表します。出花選手、大輔、世羅選手に続いて、あと残り2人は小谷直幸選手、そしてもう1人安見康平選手です。それでですね、チームスポンサーがついてくれたのです。ですね、チーム桜庭、名前を変えて、チームザ・ボディライブです。ありがとうございます。ザ・ボディライドさんというところはですね、六本木にあるジムで、パーソナルトレーニングとも取り扱ってるところのジムです。皆さんもしよかったらパーソナルで教えてもらってください。大輔、世羅、出花で選んで、なぜあと残り小谷、安見選手なのかというとですね、大輔、世羅、出花は、1本取れる、確実に取れるという感じで選んだんですけども、小谷選手、安見選手、一本取れないと言ってるわけじゃないですけど、ディフェンス力もものすごく強いというので、選ばせてもらいました。小谷選手は後楽園ホールの大会の時ですね、世羅選手から一本取ってますし、安見選手はですね、出花選手と小谷選手と引き分けてるっていう、やっぱりそのディフェンス力の強さもありますので、もう前から言ってるように、もう野球みたいなもん、クインテットは野球みたいなもんなんで、チームとして考えた時にですね、こう平均でいいチームになってるかなっていう感じがしますね。例えばですけど、野球じゃなくてサッカーで例えるんであれば、3人がフォワードで2人がディフェンスっていうんですか、でキーパーは僕がいますんで、なんぼでもディフェンスバーンバーン取りますんで、6人でやります。そして団体戦の間にワンマッチを入れますので、そのスペシャルワンマッチがですね、カルペチーム、クインテットで言ったらピエール学園ですね、あそこから石黒翔也選手が出ます。石黒翔也選手はですね、女子大会でいうか石黒春樹選手のお兄さんですね。もう結構充実も強くて、その人と対戦するのが高橋サブミッション選手です。もう名前からしてサブミッションなんで、まあどうなるか、これは充実の猛者とサブミッションの猛者がどうなるかですね。これは楽しみですね。そしてあともう一試合ですね、ワンマッチというかオープニングマッチです、オープニングファイトっていうんですかね、は、またカルペ、ピエール学園、カルペチームの青山、カルペの青山でヘッドインストラクターを務めている岡崎選手です。燃えるトルコの赤いトラクター、違う、トラクターじゃないよ、ヘッドインストラクターです。そしてそれに対するは、いつもとこうプラスで一緒に練習してる萩原選手ですね。いつも練習してるんですけど、下の名前がちょっと僕分かんないので、今度練習、今週練習は行くんで、下の名前教えてください。手足が長くて結構面白いですね。もしかしたら僕噛みつきとか教えてるかもしれないんで、噛みつき、見えないところで噛みつくかもしれないですね。ただ萩原選手はちょっと下の名前ちょっと俺覚えてねえんだよな。もしかしたらあともう一試合入ってくるかもしれません。その人は名前がわかるかどうか、それがお前だぜ、よろしくお願いします。クインテット。